小室徹作立正宗騎和像、小室徹る8月10日から1953年6月18日は、日本の彫刻家。1899年8月10日、宮城県柴田郡、月の木村大技入り今だに、小室言語の三男として生まれた。1919年、白石中学校を卒業すると、東京美術学校彫刻家祖像部に進学した。その後、 同校を主席で卒業し、研究家に進んだ。第4回定点に初出品すると、第5回定点からは、無観査となり、27歳ながら、日本美術界での地位を確立した。1953年6月18日、肺結核のため53歳で逝去金属教室から逃れた部分で共造化された、小室徹作立正宗騎馬像。 1933年11月26日、伊達政宗子300年祭協賛会が、第30代内閣総理大臣、斉藤実を総裁として、宮城県及び仙台市の連合で結成された。同年、小室は、宮城県青年団から政宗の銅像政策を依頼され、1601年4月に仙台藩祖、 伊達政宗が仙台城に入城した姿を映した伊達政宗騎馬像の制作を開始した。政宗の300回期にあたる1935年5月24日を中心に5月20日から26日まで仙台市を中心に宮城県内各地で記念事業が開催されたが、この時伊達政宗騎馬像も仙台城本丸に混流された。アジア 太平洋戦争下で日本が物資不足に陥ると国家総動員法に基づく金属類回収令により1944年1月に供出され仙台城から銅像は姿を消した。柳原義達作、伊達政宗公平和像1950年代初頭に小野田セイメントが仙台市公会堂及び仙台市レジャーセンターの装飾を担当したが、 同社の圧戦で、柳原義達政策の平服姿の正宗のセメント立像が1953年に仙台城に混流された。小室徹作立正宗騎馬像高度、経済成長期になると騎馬像の復元要望が市民から上がったため、小室の地元である柴田町、月野騎町舎と月野騎小学校に梱包され、分散保存されていた。 石膏原型を用いて復元されることになった。1964年3月5日午前10時、石膏原型は柴田町から仙台市観光協会に引き渡された。その後、東京にある鋳造工場に運ばれ、銅像に復元された。東京オリンピック会開会式の前日にあたる同年10月9日の午前11時より復元除幕式が行われ、 伊達政宗騎馬像が仙台城に再建された。一方、仙台城に設置されていた伊達政宗公平和像は、同年、政宗が仙台城に移る前に居城としていた岩出山城に移設された。1998年3月から始まった本丸北壁石垣修復に伴い、同年5月に伊達政宗騎馬像を南側に約20メートル移設した。 伊達政宗騎馬像は、現在、原型試作品が、竹駒神社馬事博物館に、初代の金属教室されなかった部分を用いた、胸像が、仙台城三ノ丸に復元された第二台が、仙台城本丸、伊達政宗騎馬像に、おのの設置されている。ありがとうございます。